はい、皆さんおはようございます。ベンチャンネルです。えー、今ね、えー、買い物から、えー、帰ってきました。えー、今日はね、2月26日、えー、午前10時半手前ですね。えー、いつものようにね、朝はね、あのー、自分の朝キャン飯のカップラーメン、お湯沸かしに行った後、えー、帰り道に、 まあ、開店時間よりはちょっと1時間過ぎちゃいましたけど、まあ、家近くの、えー、ドラッグストア A の方で、えー、値引き商品を、えー、買ってきました。それではね、えー、値引き商品購入チェックの方行きたいと思います。それでは、どうぞ。今日はね、こちらですね。 まずドラッグストアの値引,値引き商品は1点、2点、3点、4点、5点、6点、7点ですね。でこちらのグミは、えー、コンビニの方での、えー、値引き商品ですね。もともとは上の、あのー、値段なんですけど、下が、えー、半値になってます。2つ買ってきました。 そうすると、ドラッグストア A の方とコンビニの F ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9点ですね。今日は。まずね、ドラッグストア A の方のネビ商品購入チェックですね。まずね、エクレアちゃんですね。この値段ね。そして自分の大好きな中華まんシーズ。ね。フィザーマン。肉マン。 で、自分のだす大好きな飲み物ですね。この3本ね、うん。ちゃんとね。これも本当にちゃんとこうなっていくかね。で、食後に大切な飲み物ね。こちらね。高めの方とかさ、こういう血糖血圧とかの。これも安かったんで。で、こっちはまあ、あのいつもの、ね、カップラーメン朝飯食べに行く途中のえコンビニ F の方にあの半値の値段であったグミちゃんです。 こんな感じですね。今日はね、晴れていい天気なんですけど、えー、北風がやっぱり冷たいですね。まあ、それではね、今日も、えー、これから、株、えー、で、えー、行動したいと思います。それでは皆さんも良い一日を、それじゃあご視聴ありがとうございました。ぜひよかったらご登録よろしくお願いします。それじゃあ、またねー。